はい、どうもめちゃんねるです。本日私はですね、京都の方にやってきておりまして、こちら3月16日にねオープンしましたホションホテル京都の方にね今日から一泊させていただきますんでね、もうね2時回ってますんで、早速ねこれからチェックイン手続きしていきたいなというふうに思います。1階のお花ですね、なんか皆さんね通行人に配ってるみたいで、非常にねいい感じです。じゃあね早速向かっていきたいと思います。行ってまいります。お花ねこうやって配ってるみたいですね。はい、はい、非常にねいい感じの雰囲気のエントランスですね。うまくね作られてる感じですね。この天井もね非常にお花柄、桜柄天井、めちゃめちゃ綺麗です。はい、エレベーターもね金ピカですしね、1階のブティックがねやっぱりおしゃれですね。はい、こんな感じでねオープンのねお祝いのお花のね皆さんに配ってるような状況ですね。うちもねいただいてきました。可愛いですね。はい、これ10階はカードキーねかざさなくてもね上がれるみたいですね。それ以外のね多分客室はカードキーがね必要になると思います。見てください、このエレベーターの中もね非常に落ち着いた感じですけど、結構ね派手な雰囲気もあっていいですね。期待が膨らみます。はい、チェックイン左。あ、ここはレストランですね。はい、はい、めちゃめちゃピンクで可愛いですね。島田と申します。はい、はい、とりあえずね今10階のねレセプションの方に到着しましたけど、めちゃめちゃねピンクで可愛いですね。これからねあのホションティーをいただきながらチェックイン手続きを行っていきたいと思います。はい、こちらですねホションティーでアップルティーとですねこちらのマスクケースもめちゃめちゃね可愛いですよね。そしてマカロンです、ピスタチオとレモンとバニラ、可愛いですね。これをいただきながら今チェックイン手続きを行っております。じゃあね早速いただいていきます。はい、いただきます。そうなんですよ。あ、めっちゃいい匂いですね。アップルの香りがすごく漂う。美味しい。次はランドを食べて。両方ですかね。じゃあ今からいただきます。ピスタチオ。うん。美味しい。うん、めっちゃしっとりしてますね。紅茶に合います。続いてレモン。うん、あ、これもね酸味があってさっぱりして美味しいです。レモン最後にするのがねいいかもしれない。うまい。はい、そしてねバニラいただきます。うん、うん、あ、やっぱね甘いバニラが一番好きかもしれない。美味しいですバニラ。はあ、じゃあ結構ねいい空間ですね。ここもねあのファッションピンクっていうんですかね、やっぱりホションカラーでいいですね。じゃあねこれをいただいてお部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、これがあの言ってた桜ですね。これが2階に落ちるっていう
素晴らしいです。ありがとうございます。はい、はい、こちらでございまして、念のためでございますけども、こちら非常口になっておりますので、はい、確認お願いいたします。ちょっとまず思いので、私先に入らせていただいてよろしくお願いします。大丈夫です。失礼いたします。はい、それではね、お部屋の方ちょっと覗いていきたいと思います。じゃん、おお、すごいですね。じゃあね、まず全体像をちょっと見ていきたいと思います。クローゼット。寝室。すごいですね。水回りとかね。はい。そしてね、リビングっていう感じです。はい。ではね、見ていきたいと思います。まずね、玄関。ちょっとね、薄暗いんですけど、このね、結構濃い感じのウッド調の扉となってまして、結構重厚感があります。で、こういったね、ライトのところ、かわいいですよね。これもね、パッションピンクになってますよ。で、白い壁になってまして、あとね、気になったのが、これですよ。普通ね、今、起こさないでくださいとかね、そういうのありますけどね、夢の途中です。いいですね。京都を満喫中、外出中ですっていうね。これもね、結構こだわった、なんかね、レザー調の、いい感じですよ、これ。こういう感じのカード。いいですね。こういったところからね、非常にこだわりを感じます。はい。で、正面入っていただくて、もうね、ま、前には、いいですね。京都っぽさを感じますね。和のテイストです。そしてここがね、鏡なんですよ、これ。ピンクになってるんですけど、わざとね、裏返しになってまして、こうくるっとするとね、こういう風に鏡になってます。いやー、こだわりがありますね。で、ここのね、傘なんかも、コッションのね、柄でピンクで、いいですね。なんかいやらしくないんですよね。こういう縁がピンクっていう感じでね、黒とピンク非常に合いますね。いやー、いいです。で、入っていただいて右手がクローゼット。これもね、広々としてるんですよ。で、正面ね、鏡もあったりしますし、このね、ピンクのやつがちょっとメタル調になってて、これもいいですね。メタル調。はい。そしてバスローブ。こういったね、保証、京都ってなってまして、結構ね、触り心地いいんですよね。しっかりしてる感じ。ここにもね、保証と入ってます。この黒がね、男性のやつでしょうかね。で、こちらのピンクのやつがね、女性のやつだと思います。めちゃめちゃいいですね。こうなんかいやらしくないんですよね。白に黒ラインとかね、縁なところがいいですね。で、こちら側ね、金の壁紙になってて、非常にこれも落ち着いた感じですね。で、ハンガーと、そして紙袋もね、置いてあって、こういったポーション。めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。どっかのね、ブティックみたいな感じですよね。はい。で、こちらがスリッパとなってまして、このね、ポーションのね、柄があっていいですね。こっちがね、女性。こっちが男性という風になってます。で、こういう風にね、縁がね、これもね、女性のやつはピンクになってまして、男性のはね、またラインが、黒になってて、先ほどのね、バスローブと合ってる感じですね。非常に考えられてます。ここら辺は何があるんでしょう。はい。こういったね、アイロンだったりとかシューレースだったりね、ございます。はい。で、パジャマもね、ありますね。これも同じデザインですね。縁、ピンクとね、ブラックになってて、セパレート式になってるんで、これは嬉しいですね。いやー、いいですね。この下もね、ドピンクですよ。めちゃめちゃいいですね。はい。で、こちらが、セキュリティボックス、セーフティボックスがございます。こんな感じ。非常に、なんか考えてます。下はね、一応物を入れられますけど、特段何があるわけではありません。いやー、めちゃめちゃいいです。はい。じゃあ先、左手、主寝室行きましょうか。はい。こういう風にベッドがね、ドーンと置いてありまして、今回はね、ベビーベッド、一応ね、お願いしてみました。多分ね、レイ君寝ないと思いますけど、まあ新しいホテルどんな感じのベビーベッドなのかっていうのをね、ちょっとお見せしたいなと思いまして、使わないんですけど、お願いさせていただきました。可愛いですね、この、ゾウさんのね、
布団だったりとか。まあ、小さいお子さんだったらね、このぐらいで大丈夫ですけど、レイ君ぐらいになるとこれだとね、落っこっちゃいますから、これをね、下げていただく必要がありますんでね、ちょっとここは煩わしいですね。これは、もうね、1歳近い年齢の方だったらね、もう事前にね、下に下げておいてくださいってお願いしといた方が多分いいと思います。はい。で、見てください、この壁紙とかね。天井なんかもね、非常におしゃれなんですよ。どうですか、これ。はい。で、空気清浄機がありまして、これは普通はありませんけどね、小さいお子さんがいらっしゃる方にはね、こういったおむつのゴミ箱ね、準備してくださいます。はい。で、淡いピンクのソファーとテーブルがあって、テレビですね。こういうふうにね、ところどころ和のね、瓦のね、写真とかがあったりして、非常にいいんですよね。で、このベッドのパネル見てください。レザー調で高級感ありますよね。間接照明で、これも金と黒のね、コントラストで非常にいいです。結構どうですかね、僕個人的には非常に好きなんですよね。女性受けも非常にいいんじゃないかなと思います。はい。で、右手、ベッドのね、右手側は、このスピーカー、ワイヤレスのね、スピーカーがあって、で、照明のコントローラーがありますね。マスター、デイ、イブニング、モード、ナイトとある感じですね。で、コンセントが一つと USB-A がね、一つある感じですけど、これは坊主にちょっとね、使われてる感じですね。で、時計と、間接照明、読書灯がございます。で、こちらのテーブル、おぉ、ピンク。何も入ってないですけどね。やっぱ際立ちますね、黒にピンク。こちらもね、カラーです。はい。普段ね、このベッドのガードはね、ついてませんけど、小さいお子さん用にね、準備していただいてます。ベッドガードですね。では、左手の、こちらの、電話機とですね、ペンとかね、メモがございます。で、同じようにマスターのね、ボタンがあって、こちらには、特段これも入ってないですかね。あ、非常灯があったりとか、こちら聖書がありますかね。あ、入ってないですね。からでした。こんな感じのね、出身。めちゃめちゃ広いですね。うん。いいですね。ここね、10階建てのうちの、8階部分に当たりますけど、眺望は、どうですかね、隣のビルとはね、やっぱりちょっと近いので、隣もね、ホテルです。まあ、こんにちははしなそうですけどね。まあ、目線気になる方はやっぱりカーテン閉めていただくことをお勧めします。で、一応ね、二重扉になってるんですよね。開かないですけど、二重扉になってまして、鍵かかってます。まあ、これでね、遮音性とかは非常に高まってるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、エアコンのね、コントローラーがあって、ここ扉ね、閉めていただくことができます。閉めていただくとまたね、雰囲気違うんじゃないですかね。こんな感じです。いいですね。はい。では続いて水回りですね。はい。で、玄関のところはね、ここまではフローリング、黒のフローリングなんですけど、ここからはね、ちょっとカーペットがあるんですよね。壁紙なんかも和のね、感じがしますね。はい。それではこちらがね、洗面台となります。洗面所と、この見てください、バスタブ。もう、目にすごい入りますよね、これね。すごくないですか、これ。おー。かなりな、大きさですよね。伝わるかな、これ。こんな感じです。で、鏡があって、ここもね、鏡めちゃめちゃ大きいですね。洗面台はね、一箇所ですけどね。まあ、結構ワイドが広いんでね、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。で、拡大鏡があって、拡大鏡も何ですかこれ。めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。ワイヤレスで結構ずっしりしてて。お、電気ついた。どうやったら消せるんだろう。わかんないです。なんかね、勝手についたんですけど。どうやって消したらいいんだろう。こういうなんかセンサーになってるんでしょうかね。はい。で、ティッシュがあって、はい。こういった感じのね、おしゃれな。硬い。あ、右でしたね。こっちは左。あ、逆回りなんですね。不思議。外にね、向けて回すとね、出ます。はい。そして石鹸置き。石鹸よりね、まず先に石鹸置きに目がいっちゃいますね、これ。唇。めちゃめちゃ可愛い。非常に凝ってますね。もうね、黒とピンクでね、非常にわかりやすくていいですね。
男性女性とね、うん、はい。でタオルとかがあって、気になるアメニティですね。これもホションパリのねオリジナルのものですね。はい、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、ボディローションとございます。でボディタオルがねこういう感じになってます。で歯ブラシとひげ剃りで、ヘアブラシとバニティキット、そしてポーラのねこういったフェイスマスクとかがね置いてございます。女性は嬉しいんでしょうかね。はい。で足元の方ですが、ゴミ箱があってタオルがあって、これがねドライヤーみたいなんです。ちょっとね後ほど開けてみたいと思います。で体重計とかがあると。ここはねなんか好きなのね入れていただく感じでしょうかね。ドライヤーなんかめちゃめちゃ、あ、ダイソンですね。見えますかね、ここにダイソンって彫られてるんですけど、ダイソンこれ純正の入れ物なんでしょうかね。めちゃめちゃ可愛い。ちゃんとねピンクでねこだわってますね。はい、まあダイソンなんで間違いないと思いますけどね、特段試しませんけど、色合わせてきたのはやっぱ非常にいいですね。センスを感じます。そしてこの入れ物ですよ。でもダイソンってこれ掘られてるんでやっぱ純正なんですかね、知らなかったですけど、うん、非常に可愛い。薄ピンクですけどね、めちゃめちゃいいですね。でちょっとした椅子があって、でこちらがシャワーブースです。ここにもねアメニティがこのようにあって、ボディウォッシュとコンディショナーとシャンプーとある感じですね。でスノコがちょっとこういう風にねあって、はい、こういう感じのねヘッド、めちゃめちゃ大きい、すごいですね。でいろいろね切り替えができる感じですけど、水圧見てみましょうかね。これはどうやって出すんだろう。オフ、今オフですね。でコールド、ホット、上に上げていただくだけで、あ、このシャワーのみですね。これなら安心です。あのレインシャワーはね特段ありませんでした。はい、なのでちょっとね出してみます。はい、こんな感じで比較的ね優しめな感じします。これただめちゃめちゃワイドにしてるんでね、こうですけど水圧を変えることができるんでね、どっちに変えたらいいんだろうな。こういう感じですごい霧状になったりとかね、非常に使い分けができますね。ただなんか印象としてはすごい強い感じではなさそうですけど、まあ十分なのかな。こんな感じの水圧です。はい、操作は非常にしやすそうですね。これがシャワーブースです。ここなんかもね非常にこだわり感じますよね。竹みたいな感じですね。はい、そしてお手洗いですね。はい、こういった感じで、ここにもね石鹸置きがあって、唇かわいいですね。でこのでっかい鏡すごくないですか。おウォシュレットは自動で開きました。で、こういう風にね、ところどころやっぱね、フランスとね、和のね、感じと非常に合うんですよね。びっくりしました。いいですね。こんな感じのお手洗いです。はい。で、皆さんお待ちかねです。リビング。これメインのね、ルームですからね。こうやってね、天井も非常におしゃれじゃないですか。この間接照明が金というかね、黄色というか。そして、金とね、このピンクが非常に合いますね。非常になんか世界観感じますね。はい。こういった感じのね、やっぱり和のね、陶器なんかも置かれててね、リー君がね、割りそうで怖いですけどね、めちゃめちゃおしゃれな感じですね。はい。こういった感じの、なんでしょう。ちょっとね、紅茶飲めるような感じのね、ブースだったりとか、あと、こういったね、ちょっと、なんか、デスクワーク的なスペースがあって非常にいいですね。こう、レザー調になっててね。で、ジュエリーなんかもあったり。これ鏡ですかね。あ、こうやって。なんだろう。めちゃめちゃいいですね。おしゃれな感じですね。メモ帳だったりとか、ポストカードがあったりとか、封筒があったりとか。非常におしゃれです。で、こちらにはコンセント1つと USB-A が2つありますね。給電用ということで。で、ここにちょっとね、物が置けるスペースがありますけど、ちょっとね、薄くて、暗くてね、見づらいかもしれません。で、ワイヤレスの電話があるという感じですね。
ゴミ箱の中とかもピンクです。めちゃめちゃこだわってる。すごいですね。この椅子なんかもね、飽きはしないんですね。いやー、非常にいいスペースです。なんかこういうスペース好きですね。はい。で、こういう感じのね、リビングで。これ見てください。もうね、こういったポーションがあったりしますけど、これはコーヒーのポーションでしょうかね。そしてね、こういったシュガーがあって、おやつがね、置いてる感じですね。これもパリの、ポションパリのね、オリジナルの。あ、おやつじゃないのかな?これもなんかケーキとか紅茶なんですね。あ、すごいですね。あ、これで紅茶とかコーヒーを楽しんでいただいて、ちょっとね、すいません、飛んじゃいますけど、これがね、グルメバーと呼ばれるものなんですよ。冷蔵庫とかじゃないですよ。この中のスイーツはね、食べていただいて結構っていうことで。で、余ったもの、食べきれないものに関しては、このようにね、袋が置いてあるんで、もう持ち帰っていただいて結構というようなスタンスですね。こういったコションのね、おやつが、クッキーとかね、ありますよ。これもレイ君嬉しいですよね。これなんだろう。これが、ウィークエンド洋菓子。なんだろう。マカロンではないでしょうけどね。非常に気になります。クッキーとかね。なので、こういったおやつを食べながら紅茶、コーヒーをね、楽しむことができるという感じですね。だから、そこはコーヒーとかね、全部紅茶の茶葉なんですね。はい。で、エスプレッソマシーンがこのようにあって、ポットがあって、お水があるという感じです。こちらがミニバーのね、料金です。ミニバーどのくらいなんですかね。まあ、シャンパンとかはね、まあ、やっぱりそれなりの値段しますよね。ポション、ビルットロゼが7700円、375ml。それ以外ね、1300円とか770円。コーラとか770円ですかね。ウーロン茶とかも770円で、ビールとかあるのかな?あ、札幌恵比寿が990円とかね。そういう感じですね。まあ、ホテル価格ですね。はい。おしゃれな感じですね。で、こちらが、ああ、おしゃれですね。このスプーン、フォーク、ナイフ。オープナーとかね。なるほど。非常にこだわりを感じます。このティーカップとか。中がね、中は薄ピンクなんですね。で、下がね、お、重い。お、冷蔵庫でしたね。こういう感じです。結構ありますね。瓶ですね。エコです。お、なんか今、これが先ほどのね、ポションロゼなんですかね。こういう感じ。はいはい。いいですね。いやー、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか、この。ね、グルメバー。中もね、薄ピンクで、非常に可愛いですね。ね、こういうのね、めちゃめちゃ、私でもテンション上がりますから、女性なんかね、すごくテンション上がるんじゃないでしょうか。めちゃめちゃいいと思います。はい。で、ところどころね、こういったワーが感じられるものが施されていて、で、ソファーなんかもね、もうベッドとかと合ってる感じですもんね。で、下の絨毯と。非常にいいですね。はい。で、先ほどね、入り口で皆さんにね、通行人の方にもね、配ってた、開業の時のお花ですね。まあ、3月16日オープン日に、ね、来られると多分これいただけなかったでしょうけど、そこからね、約4日後、ちょうどね、花もそろそろね、っていうところのタイミングで皆さんにね、お配りしてどうぞ、もう自由にお持ち帰りくださいっていう感じです。粋なことされますね。はい。こういう感じのお部屋でございます。眺望とかどうですかね。うん、こっちはね、通りの裏側になるので、ちょっと落ち着きますね。うん、山とかも見えて。非常に、なんかね、視線はあまり気にならないかなというふうに思います。もし気になる方はね、いらっしゃれば、当然、カーテンね、閉めていただければ、全く問題ないかと思います。いやー、いいじゃないですか。個人的にはめちゃめちゃね、お部屋の感じ気に入りましたよ。結構男性でピンクってどうなのっていうのはあるかもしれませんけど、全然ありですね。はいです。はい。ではね、Wi-Fi 接続させていただきましたので、早速ね、恒例の速度をね、測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度がね、出ました。ダウンロード、下りが 58.91Mbps、アップロード、上りが 66.59Mbps となってます。まあ、ものすごいね、速いっていう感じじゃないですけど、まあ、十分なね、速度でございますんでね、まあ、快適に過ごせるんじゃないかなと思います。はい。というわけでですね、無事にポションホテル京都の方にね、到着しまして、チェックインがね、終わりました。めちゃめちゃいいですね。もうね、
なんていうのかな、男性でもピンク全然ありだなと思いましたね。僕のね、逆のこのブルーのね、ジャケットが映える感じしますよ。もう、すごくね、良かったです。で、これ10階建てとなってまして、エレベーターホール、エレベーター出て正面にですね、もう桜がこう散ってる飾りがあるんですけど、それがね、こう、10階、9階、8階とこう伝わっていって、最後ね、2階のところ、天井に全部桜が舞ってる、積もってる感じで、1階の天井はですね、桜になってるということを聞きました。いやー、めちゃめちゃ考えられてる。こういうのをね、やっぱ知ってね、ご覧になるとね、ただ綺麗っていうわけじゃなくて、そこまで考えてるのかっていうふうにね、思いましたね。めちゃめちゃいいです。皆さんもね、そういったエピソードありますんで、よかったらね、怒られた際には、ぜひね、エントランスの上の天井のね、桜見てください。めちゃめちゃ綺麗です。で、上上がっていって、こう桜が散ってるのがそこに積もってるっていう感じになってるみたいですね。めちゃめちゃ考えられてますね。で、今回のね、お部屋。こちらね、プレステージスイートというお部屋となってまして、価格はね、もう、開業プランっていう形で、朝食はね、開業プランでついてるのがあるんですけど、さらにね、これディナー付きになってます。ディナーが付いてないバージョンと比べると、ディナーだけでね、多分ね、3万円弱ぐらいかな。上乗せされてる金額になってます。なので、一応これね、もう完全土曜日の価格になってますから、まあ、結構やっぱりいい値段しますよ。ディナー付きでね、約17万円ぐらい。結構します。はい。まあ、ただね、ちょっとね、やっぱ泊まってみたかった。なんて言ったって、このね、ホションホテル自体はね、パリにあって、世界で2号店目がね、なんと日本に来た。しかもね、この京都ですよ。どういう感じになるのかなっていうふうに思いましたけど、このね、ホションのこの世界観のピンクっていう感じのと、和がね、非常に合ってるんですよね。もう10階のチェックインするときにもね、いろんな器があったりするんですけど、ピンクに合うんですよ。映える感じがあって、ああ、意外だなっていうふうに思いました。もう、スタッフの方にも意外だなっていう話をね、意外だなとは言ってないですよ。意外ですねっていう話はさせていただいたんですけど、そうなんだ、合うんですよっていうことでね、お話しさせていただきました。で、ホションのね、このカードね、みんなスタッフさんもね、黒の、コスチュームでめちゃめちゃおしゃれなんですけど、マスクにね、こういうのワンポイントでね、このまつげがね、書かれてるんです。まぶた。うん。これやっぱりマスク売ってないんですかって聞く方多いみたいで、私もね、当然聞きましたけど、やっぱりね、売り物ではないということでね。いやー、あれ可愛いなと思ったんですけどね。はい。まあ、当然ね、マスクつけなくて良くなるのが一番いいんですけど、マスクめちゃめちゃ可愛かったです。売り物ではないそうです。はい。で、カードもね、シンプルです。もうこういった感じのね、もうこういう、全部ね、統一されてる感じですね。だからここはピンクじゃないんだなと思いましたけど、まあ、ここがまたいいんですよね。シンプルで。いいと思います。はい。個人的にはもうめちゃめちゃ気に入りましたね。まあ、このプレステージスイート以外のお部屋っていうのもどんなのかなって非常にね、気になるところでございますけど、今回はね、こちらのお部屋でね、もうくつろがしていただこうかなというふうに思っております。で、こちらのお部屋のね、状況に関しましては、もう本日夜ね、YouTube ライブをね、行う予定でございます。そのね、風景というか、その動画に関しましてはこちらにね、上げときますので、よかったらね、ご覧になっていただければというふうに思います。はい。というわけで、まあ、今回ですね、このディナー付きのね、プランとなってます。朝食も当然ついてますけど、まあ、別の動画で、そのディナー、どんなのが出てくるのかとかね、めっちゃ気になる。あとはね、ジムだったりとか、ありますんでね、そういったところを映す動画に関しましては恐縮ですけど、別でね、お登録させていただきたいと思います。この、ルームツアーとね、チェックイン編に関しましては、今回こちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひ高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram、そしてね、クラブハウスもやってますんで、ぜひ合わせてフォローチェック、よろしくお願いいたします。またね、この続きも含めてこういった動画どんどんお届けしていきたいと思ってますんで、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。